アバイア IP 電話 9640IP 電話は広い意味では電話網の一部もしくは全てに VOIP 技術を利用する電話サービスである。音声のみのものが多いが動画も利用できるテレビ電話サービスなども可能である。狭い意味では VOIP 技術を加入者回線に利用するものの内電気通信にエキムとして規制されるものを指す。多くの国では 公衆交換電話網と相互接続されるものが該当する。電気通信事業者の IP 加入者線を利用した電話番号の割り当てられるもの、インターネットをアクセス回線として利用した電話番号の割り当てられるもの、インターネットを利用した電話番号が割り当てられず発信のみのものに大別される。また、一般的には IP 電話との認知はないまたは薄いが、 中継網に VOIP を活用している中継電話もある。IP 電話と VOIP を区別せずに記述することもある。また IP セントレックスなど内線電話の VOIP 化として利用も増えている。この項では狭い意味での IP 電話サービスに関して述べる。その他については関連項目を参照。なお正式名称はインターネットプロトコル電話だが、 本校では一般的な故障である IP 電話で記述する。固定電話と比較して以下のような特徴がある。注意点として以下の点が挙げられる。アナログの固定電話は回線交換機の老朽化やメーカーの撤退などのために維持が困難になっており、日本でも NTT が PSTN の NGN へのマイグレーションを実施しつつあり、携帯電話で欠点を保管しつつ、 2025年までに IP 電話にすべて切り替わる見込みである。2007年現在、各国で法的位置づけが異なる。基本的に情報サービスの位置づけ電気通信へ義務として規制するかどうか議論中特定の機能を持つものを電気通信へ務として規制。その他は情報サービスの位置づけ基本的に電気通信へ義務として規制固定電話から 固定電話間のサービスを禁止。その他を部分解禁また、公衆交換電話網と同様に基礎的電気、通信益務として位置付けるかについても差異がある。インターネットで国際的に接続している限り、政府による規制は難しい面がある。しかし、一部の発展途上国では、VOIP パケットを国際関門ルーターでブロックしたり、 インターネット電話のアカウントの取得を制限していることもある。スカイプその他の国々にも参照。2005年5月19日、連邦通信委員会が公衆交換電話モー相互接続を行う IP 電話サービスの提供プロバイダに対して、緊急通報911をダイヤルした場合に、地元の緊急対応機関に接続し、所在地情報を緊急オペレーターに提供するように、 義務付けた。11月28日以降は条件を満たさない IP 電話の新規加入の受付を停止することとなった。非対応のサービスを継続して提供する場合は、利用者に緊急通報が不可能であることをわかりやすく、説明して同意を得ることとなっている。法執行機関による通信防止、障害者の利用を可能とする消費者保護などの社会的規制。 アクセスチャージユニバーサルサービス基金など経済的な分担については2007年現在引き続き議論が行われている公衆交換電話モード相互接続されるものは電気通信へ義務として規制されるユニバーサルサービス基金の分担もある欧州連合では枠組み指令により次の3種類に分けられるまた無料で提供される場合は 他の電気通信サービスを妨害しないこと、消費者に不利益を与えないための最低限の条件のみを定めることとなっている。公衆交換電話網が整備されていない地域で部分的な自由化を行う。2008年から固定電話の番号がそのまま IP 電話で使えるようになる。日本の電気通信事業法の電気通信益務の届け出区分では、 インターネットを使用した電話番号の割り当てられないものも含め電気通信役務として規制される。また、提供サービス、通話品質等を利用者に分かりやすく広告などで契約前に提示し、苦情受付を誠実に行うこととなっている。電気通信役務日本の電気通信事業法における利用者保護を参照のこと、ユニバーサルサービス基金の分担もある。 ありがとうございます。